エンジェさんが下のロビーに到着しました。お通ししてよろしいですか？会長、エンジェさんがいらっしゃいました。来たわね、エンジェ。来たわ、呼ばれたから。暗い上に空気もひどいわ。カーテンでも開けたら。そうすると、あんたの依頼した殺し屋が窓越しに撃ってくるって寸法なのかしら。あんたの暗殺依頼なら、私が受けたいわ。家でのんびり、ほんの一月も過ごしてれば、勝手に任務が終わるもの。
それでわざわざ呼びつけて何の用？私はもう長くない。ヤブ医者どもは未だに私が盛られた毒が何かも検出できない。わかってるの？きっと某国の諜報機関で使われてた秘密の暗殺薬なの。ああ私は殺されるのよ、殺されるのよ。よかったわね、もうじき死ぬわよ。そうすればさぞやあなたの胸がすくでしょうね。かわいそうな人。私はね、憎いのよ、あんたが。光栄ね、私もよ。ジョージのために気づいた未来だった。それをあんたにかすめ取られるなんて、ルドルフの娘に奪われるなんて。私は悔しい。子も残せず、財産すらも奪われるなんて、それが私には許せない。だったら財産全部お伏せにでもしちゃえば、お百度踏んでた宗教系の連中はどうしたの？連中はみんな言うのよ、多すぎる財産が私の負担になっているって。決まって、だから預けて清める必要があるとか言い出すのよ。それで思いついたのよ、寄付はやめたわ。お金が余ってるなら、サラブレッド買い占めてコンビーフでも作れば。それよりもっと面白いことを思いついたのよ。いろいろ悩んだわ。どうやればあなたをひどい目に遭わせられるかをね。殺してしまうとも思ったわ。あるいは全ての財産を消し去り、あなたを無一文にして後ろ宮家から叩き出してやろうかとも思ったわ。素敵でしょ、お上品に育てられた御令嬢が腐ったパンや泥水を這いつくばって漁り回るのよ。ああ楽しい？楽しいわ。あなたを怯えさせるのはね。でももうじき私は死ぬ。私が死んだ後もどうやってあなたを苦しませ続けるか考えたの。そしたら
案外単純なことだったわ。それをあなたに話したくて呼んだの。そろそろ中間近いんだけど、手短にね。あなた、すべての財産を相続することにしたわ。それどころか、私が死ぬ最後の一日まで、どこまでも財産を増やして、膨れに膨らませてあなたに相続することにしたのよ。それがどういうことか、想像がつくかしら。わかんないわ、バカだから。そうよね、わかんないでしょうね。楽しみにしてなさいよ。本当に楽しいわよ。お金持ちは毎日日本中の妖怪が朝から晩まで遊びに来るわよ。あんたの私生活はこれからはすべてワイドショーと週刊誌が覗き見してくれるわ。何をしてもしなくてもマスコミは必ず私を批判する。施せばブルジョワだと叩かれ、しぶれば主戦度だと罵られる。ああ、本当に素敵な毎日よ。そんな日々に若くて先の長いあなたをぜひ招待してあげようと思いついたの。本当に素敵でしょう。あんたのしてきたことに対する世間の正当な評価でしょ。そうね、そうでしょうね。いいわ、好きなだけ私を罵るといいわ。そしてその評価をあなたが背負うのよ。製品が善人、金持ちは死ねというのが日本の文化。あんたはやがて何をしてもしなくても日本中から妬みと恨みの象徴に祭り上げられていく。そんな生活の中で生きていくあなたのこれからの人生はどんなにもいびつなものなのかしらね。あんたの味方は誰もいない。あんたの悩みなど誰も聞けない。あなたを罵ることは公然としたスポーツになる。そしてそれを誰も止めない。本当に楽しみよ。あんたはどんな人生を送ってどう終えるのかしら。世界中の誰も信用できず、誰も愛せず、誰とも語り合えない人生をたっぷり満喫しなさい。その苦労話を持って地獄へ落ちてくるのを私はのんびりと待っているわ。Thank you.
あの呪われた莫大な黄金と後ろ三宅投手の家督、そして黄金の魔女ベアトリーチェの名を今こそあなたに譲るわ。魔女の名にふさわしい狂って歪んだ生涯を楽しみなさい。そんなのいらないわ。それより教えて、あの日六軒島で何があったの？事故があったなんて私は信じない。あの日に何があったのか、父さんと母さんと兄さんがどうして死んだのか、本当のことを教えて。ああ、それが一番の嫌がらせよね。あの日に何があったか。1986年の今日、何があったのか。なんて言葉を残して三人が死んだのか。知りたいわよね。教えないわよ。呪われた黄金は残す。でもね、あんたが望む真相は私が地獄まで持っていくわ。それがあんたにできる一番の嫌がらせよ。悔しい？聞きたければ地獄まで行ってあんたの家族に聞いてみるといい。なら今すぐ死なないとね。今すぐへそでも噛んで死んじゃえば。うわー。